2022年9月の彗星予報です。小型望遠鏡でも撮影できる明るい彗星を中心に説明します。この期間、地球に接近している彗星は GTF 彗星、パンスターズ彗星、シュワスマン、ワハマン彗星などです。20時の西の空です。この方向に見える彗星はパンスターズ彗星、GTF 彗星、アトラス彗星などでしょう。 C2017K2 パンスターズ彗星は南の空へ移動し見えなくなります。深夜0時の南の空です。この方向に見える彗星はコプフ彗星などでしょう。午前4時の東の空です。この方向にはシュワスマン、ワハマン彗星、 GTF 彗星、アトラス彗星が見えるでしょう。明るくなって楽しませてくれた C2017K2 パンスターズ彗星は南天へ移動し見えなくなりますが、1年後には明け方の東の空へ11等級くらいの明るさで戻ってきます。 C2022E3 GTF 彗星は来年の春に肉眼等級まで明るくなる可能性があります。10月までは夕方の西の低空で、11月からは明け方の東の空に見え始めます。来年1月末から2月上旬の最も明るい時期は北極星の近くなので非常に観測しやすいでしょう。星図はアストロアーツのステラナビゲーターを使用してあります。正確な時刻や位置はご自身の観測値を指定してご確認ください。彗星の明るさは吉田誠一さんのページなどを参考にさせていただいています。音声合成はボイスボックス四国メタンが担当しました。